来ましたね。いましたね。拾いたのとりあえず。うわー、でかい。鬼の階段があるんですよ。ここここ。やばいやつ。逃げる。動画これ削除になるかもしれない。来てる来てる。何もしてない。来てる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 。はい、皆さんこんばんは。リルレのお時間でございます。今日はですね、一人でレギング調布やっていくんですけど、今春ですよね。キロアップ、2キロアップ、まあ、あわよくば3キロ4キロ出していきたいと思うんですが、最近ですねサポート活動できてんのかなみたいなところがありましたんで、今回はね単独一人で長崎県北の方へねやってまいりました。今日ね満潮が深夜の12時、そこら辺の潮をまずめがけてポイント選びだとか海の状況だとかちょっと探りながらやっていきたいと思います。ご視聴よろしくお願いします。約1年ぶりですね。懐かしい。満潮前にね回遊するイカちゃんおりませんか。右に流れてますね。潮悪くないですね、うん、動いてる。まだ多分これ聞き出すよね。墨跡がそんなないのがちょっと気になるけど、こうね傾斜になってるんですよ。こんな感じで僕が正面から見てね、この傾斜になってるんですよね。深い方にこう潮が流れてる感じですね。今来ましたね。どうだろう、サイズは。魚か。魚ですね。デーカーラカブです。こうでかい。これでかいっしょ。超でかいんだけど、これアラカブリリースで。ありがとう。ありがとうじゃないか。ありがとうじゃないね。ポイントね移動してきました。潮はねめちゃめちゃ早い。ここすごいね。いやこれすごい。イカ抱いてんのちゃうんっていうぐらい早い。左に走ってんのか。これ潮マジやばい。何これ、ほらこの出方。合わせてみる。違う、潮おしゃれです。すごいね、ほら見える。やばいこれ。ちょ待って、イメージなかったわ。こんなとここんな潮動く。ライトつけよう。流してたらねラインがなくなっちゃって、これね多分ね落ちてない感じがする。ちょっとシンカーつけます。そのレベル。ここら辺どうなの。これ沈んでますね。はあ、おはようございます。5時半ぐらいか、5時ぐらいか。いやここで撮りたいよね。焦っちゃいかんよね。大事に行こう。まだまだのスタートでございます。スニジオブルー投げてます。ダートマスターですね。システムカラーでいいのあげたいですね。両方だ。来ましたね。あーこれでかい、でかいっす。これでかい。さあ皆さんお待ちかね。よー、キロはいったのとりあえず。朝まずめ粘った甲斐がありました。システムから墨塩ブルーでしたね。はい、こんな感じです。お水を出しましょうね。はい、お水を。はい、ゼロゼロですね。よ
全然全然です。メスだもんな。続けていきます。連発すればいいけどね。バカだな。落ちパクでしたね。おい、サイズヤフーにしよう。ヤフーもね、持ってきてるんですよ。モンゴーちゃん、モンゴーちゃんじゃない。うわー、でかい。ほら、モンゴーちゃんです。皆さん、これちょっとリリースしましょう。そのままよいしょ。色これちょっと取りたい。ちょっと待って、一瞬一瞬くるくるしないでね。一瞬だから、一瞬だから。うわー、くるくるした。ランガンスタイルですね。ちょっと完全にもう火に登っちゃったけど、まだね、朝まずめは有効だと思いますよ。はい、いましたね。サイズはそんなないか。ぶり上げれるか。ぶり上げれるな。リリースしましょう、これ。よいしょ。うん。はいはいはい。あ、目にかかってる。ダメだ。持って帰って食べよう。朝まずめなんとか釣れたけど、すいません。でっかいの取れなかったっす。まあ、夕まずめ前にね、気になるポイント見たかったんで、日中ね、行っております。頑張っていきます。はい、ポイント到着しました。こんな感じ。いいでしょう。こっちも気になるよね。奥の下りがいいんやけどね、ここ乗れれば、乗れそうやな、それ。これ。これ乗れそうっすよね。飛べるかな。見たい、デブゴンジャンピング。行こう。皆さん来ました。潮が引いた時に、今でしょ、今。今。ギリギリ。ここ行ってそこね。うわー、遠いな。逆にこっちから行った方がよくね。多分こうやろ。こう。こう。ほら。ほら、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 デブゴン二等兵100点満点を差し上げたい。長靴強しだから、もうこれは。乾杯だから。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。超過の方はね、152、400でした。高評価とかいらないです。チャンネル登録だけされてない方、はい、してやってください。高評価マジで、全然いらない。僕、2キロ取り入ってます。2キロ取り入っての、はい、これなんで。今回はね、つつましく、終わらせていただきたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。リルレのおまけ。こちら、皆さん。鬼の階段があるんですよ。こちら、心霊スポットですね。ここを登っていくと、怪奇現象が起こると、様々な噂があるので、今から行ってみたいと思います。いや、すごい。うわ、虫とかも。すごい。釣果もね、散々だったし、皆さんに怪奇現象ぐらいはお届けしたいと思って今頑張っております。よくこんな感じです。あー、出そう、出そう、すぐ出そう。怖いですね。あ、見てください皆さん、蜂が。すみません、失礼します。めっちゃおるやん。ちょっと待って、蜂おる、蜂がめっちゃおる。
すいません、通らせていただきたい。申し訳ないけど何もしないんで。ここここここ、ちょっと待って、やばいやつ逃げる。ここまで来たらやべえやつ。閉める。怪奇現象起こっちゃいました。すいません。やべえやついましたよ、今。めっちゃ目が合った。やべえやつと。やべえやついたす。このぐらいのスズメバチ。完全なる怪奇現象起こっちゃいましたね。動画これ削除になるかもしんない。YouTube 側から。削除されたらごめんなさい。いや、このままではちょっと終われないんですけど、お詫びにね、皆さん、今から絶景をお見せしたいと思います。こちらどうぞ。いや、ちょっと待って、ブンブンじゃないの、ブンブンじゃないの。来てる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 、ちょっと待って、来てる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 、何もしてない。来てる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 、ちょっと待って、見えますか皆さん。ほら、ブンブンブンじゃないの、ハチガトブンじゃないのよ。見えますか皆さん。黒黒くて隠しやがって体を、この野郎。ほらほらほら、いた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 。今トイレの、あ、どこ行った、あの野郎。こちらです。ブンブンがいるからもう出れない。このままじゃね、リルレの名が廃るんで、新たな、心霊スポットやってまいりました。すごいです。もう山に囲まれた感じですね。すでに怪奇現象は起こってまして、こちらご覧ください。牛さんです。おったね。ほら皆さん、牛です。放牧された牛さんがですね、なんと海に面してね、もう牧場じゃないんだけど、高原じゃないんだけど、なんていうの、ここにもいるんですよ牛さん。これいっぱいドン、牛さんドン、めちゃめちゃいるやんと。こんな感じで放牧された牛が飼われてる。これ何に使われるか分かんないですけどね。以上、怪奇現象放牧の牛さんでした。それではご視聴ありがとうございました。 See you again。